皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズ、ベイ君です。お久しぶりのバカゲー実況いきましょう。冷蔵庫のプリン食べられた。これね、タイトルからね、全然ゲーム内容わからなくて、一応オープニングっていうのがあって、オープニング見てみましょう。で、冷蔵庫をねタップするとプリンあるよね。プリンタップしましょう。プリンをゲットするってと、はい、食べてます。もぐもぐ、おいしいな、おいしいな。さあ翌日どうなるか。ない、はい、ない、ない、ない。プリンがない。これかわいいやつね。少年プリン食べられた。少年がチラ見してますが、これ結局どういうゲームかわからんから、ちょっと早速やってみましょう。ただバカゲー集はもうめちゃめちゃするよね。下の少年どうした？めちゃ走っとるやないか。さあ行きましょう。ほん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 、とことこ走ってルーム1。ほんほん、はい、カーテンタップ、カーテンタップ。右もいけるね。右なんもないぞ。これどういうことや。オッケー、スッ、隠れた。走り方なんかどないした、下手くそか。やはり、ええのそれで。どういうこと、どういうこと。隠れたらオッケーってこと、逃げ切ったらオッケーってことか。これネクスト。走り方ちょっとどうした、どうした。はいはいはい、一応右見て、穴もないね。本棚に隠れるってこと。全然赤いの、そんなもん。いけてんのこれ。バレとるがな、やっぱり。思いのほうがバレとるがな。オッケーオッケー、大体分かってきたぞ。じゃあどうしたらいいのこれ。上に隠れる？いや、そういうわけじゃないな。この辺に隠れ、全部出したらあかんよね。ん？どうしたらいい？あかんな、あかんな。ん？二面からやたら難しいな。あ、わかった。なんかこうやって、感じの、文字を書くみたいな、そんなやつ？そんなやつじゃない？いや、ここでこうしたらあかんから、なんか適当にタップしてって、お、来た来た来た。いや、バレるやろ、これなんかもっと。少年のお前、平面化は、いいね、わかったぞ。そういうゲームです、皆さん。隠れたらいいんや。うん、で、また右行って、広いな、この家や、ほんで。はい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 。お、いっぱいあるやん、今回は。じゃあ、とりあえずソファー。あれ、これ買っちゃう。頭隠して尻隠さず。いや、これは絶対ここやな。なんかあるぞ。アイテムゲット。新聞かな、新聞。おーね、ハウトプレイ来たぞ。あ、手に入れたアイテムは移動して使用します。オッケー。ん、あ、でもうっすらしてんな、そのカーテン。こらバレるわ。まず新聞は正解やろ。あ、わかったわかった。新聞をこう、お父さんのふりしてんのこれ、もしかして。朝のお父さんのふりしてるこれ。やはり靴下でバレそうなもんやけども。さあ、ネクスト行きましょう。面白いな、これ。さあ、次のステージは、お、何やあれ。奥に変な、あー、これもこれ使うしかないな。うん、わかったぞ。じゃあちょっと、やっぱちょっとネタに走りたいから、右行こう。そういうことやろ。いや、それはバレるわ。じゃあ左やったら、スッてして、手出てるな、でも。お姉ちゃん、お姉ちゃん気づこう、そこは。さすがに気づいてほしいけど。さあ次行くぞ。これはおもろいぞ。さあ、おじいちゃん来た。あれや、あの、いつも出てくるね、おじいちゃん、このゲームね。ハップっていう会社のゲームなんですけど。あー、右ちょっと気になるな。右こう開けようか、まず。ポン。あー、待って、おじいちゃんが気になる。さっきおじいちゃんのネタ見よ。おじいちゃん。おじいちゃんのお腹から、なんか、ないない、今なんかビリビリ破けとったけど、おじいちゃんのだからなんか化け物出てきとったな。さ、木になりきる男。私は木 B。木 B にはなりきれんかった。これはもう演劇部入れへんな、こいつな。ってことはですよ。まあ、ここ開けて、ジェイソン仮面かな、ジェイソン仮面。あ、じゃあこの帽子は、あ、服か。あ、なるほど、わかったぞ。ここで、あれ違う、おじいちゃんに、お、来た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 。二人羽織来たー。いけるこれ。いけたわ。ジェイソン仮面どうやったらよかったん。ジェイソン仮面気になるから、あ、おじいちゃん、慌てた、あかん、おじいちゃん。じゃあ次行きましょうか。ルーム6行きましょう。おじいちゃんなんか今とんでもないことになってた気がした。さあ、ひび割れの壁があるね。右は何もないか。うーん、壁が気になる。バット、まあ、ひび割れタップしよう。あ、なるほど、バット使って家壊す。お母さんごめん、そら怒る。待ち構えとったわ。あの子ならやるわ、みたいな。そんな感じで待ち構えとったけど。うん、じゃあ、この中入る。オッケー。来た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 。余裕やん。
余裕でいけたわ。バッともうちょっとなんかうまいこと使いたかったけども。さあ次、斜め行きましょう。楽しすぎへんこれ。ほう、パイプイスね。おじいちゃんね。いや、おじいちゃんまずいじろ。おお、これ何やったっけ、人数測るやつや。おじいちゃんに人数測るやつ。おじいちゃん 何いるかみたいなやつ。パイプイスゲ、あー、なるほど。バイト、バイトするか。そうやろ多分。あー、そう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 。で、ここでこう、こうや、これこれ。さあ、今日は通行に何人来るかな。うん、女の人は1人、男の人は5人。そんな感じか今のでええのか。そんなもんなん。お姉ちゃん全然なんか索敵能力ないな。さあ次、スイッチ押したい。押しましょう。暗闇に隠れる少年。いけんのこれ。いけてもやつ余裕。あ、あかんぞこれ。ん、なんだなんだ。おお、いけたわ。もう一回押したらいけた。一応じゃあちょっとネタ見たいから、あ、いいね、このソファー行こう。頭隠して尻隠さず。さあ、ルームナンバー9。行きましょうか。おじいちゃん。それ大丈夫やね。起きるよね。おじいちゃん起こそう、とりあえず。お、いいやん、これ。枕代わりになってない？俺の足。さすがにバレてもうたわ。じゃあ、おじいちゃんはエイミンさせてあげて、まあ、カーテン。お、いやー、それはさすがにもうちょっと頭使おう。うん。もうちょっと頭使ってほしいな、それは。ランプやな。お、来た来た来た。いやー、もうちょっと頭使おう。またどうなってんのそれ、ほんで。またー。ってこと、まず一回カーテン開けるわけじゃないよね。あ、おじいちゃん足元。お、来た来た来た。おじいちゃん足長なってもうたな、これ相当に。うんってならん？おじいちゃん身長長いわね、みたいにならんわ。いけました、いけました。さあ次行きましょう、トン。さあ、10面ね、次。ベンチあるな。なやなやこの家。西洋の家やな、いきなり。どうした？お、お、流れぞ。これは？ピーナッツか？ピーナッツ、まあ、この窓気になるね。おっと、これは鳥？うわぁ！ようわからん。落ちたってこと？鳥を追っかけたら落ちたってこと？マジか、なんやこいつ、アホやな。いや、ピーナッツゲット、あ、わかった、ピーナッツ食うんや。そやろ。ほらほらほら、すげえ西洋の鳥。鳥パッサパッサしてからの。え、バレるわ、そら。ザ、バレるわ。うん。わかりました。完全にわかったぞ。こうやって、で、鳥を見せてからのこうやろ。すると、パサってやったら、鳥が、おらほら、バッサバッサ来た。鳥の隠れ身の術。どや？忍術ですわ、これが。やりこれが忍術。さあ、次行くぞ。やっぱおもろいな、これ。おー、真ん中に？真ん中にさら、おっと、来たよ、キリン。これも伝統のキリンですわ。ってことは、パターン的に言えば、この人参をここやろ。キリン来て。おー、なったなったなった。いいぞ。一発いったんじゃ、これ。ほら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 。来たやろ、これ。ピースして帰ってきよったわ。さあ、ルーム10に来たぞ。誰や、お前ら。急にやばいやつらあんな、これ。バスケか。じゃ、とりあえずタップしよう、こいつら。あ、特なしやから、バスケボールタップして、あ、じゃあ、じゃあ、これ、こう、こうでしょ。こうか。うん。おーん。最初のスタートや。で、お、どうしたらいい？取られて。あ、負けたことに悔やんでんねや、それ。もうゲーム変わってもうてん。あ、じゃあ、選手に渡してみよっか。選手に渡して。え、それはあかんわ、それ。さあ、選手渡した分負けるわ。これで勝てる。なんかタップしたら勝てる。おー、いけるいけるいける。あ、わかったわかった。タイミングや。タイミングでタップ。難しいこれ。で、タイミングで、こんな感じ。ここ！うわ、惜しい！何のゲームやってんの、俺。ここ！来た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 ！リー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 やってからの？まだ続いてんぞ。選手が隠してくれた、俺のこと。ディーフェンス、ディーフェンス言うときながら隠してくれた、俺のこと。優しいわ、これ。さあ、ね、逃げろ逃げろ。ここから、こいつは何してる？ボーリングかい、次は。どんどんゲ、ボーリングの球一気だぞ、みんな。あ、こうなんかあるぞ。あ、頭シリ隠して、頭隠してるやん、ちゃんと。マジかよ。ちょ、これミスジャッジ来たよ。一回ミスジャッジやってみよう。うまいね。お母さんごめん、それは怒る。さあ、14。今回皿二つ？あ、動物おらんやん。おー、来たよ来たよ、なんかあのね、だっけ、ドラえもんから出てくるやつや、みたいな、そんなやつや、よくわからんけど。おー、しかもビッグライド的なもらってからの？うん。おー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 。みかんみたいなのゲットして、リンゴみたいなのゲット、あ、わかったわかったわかった、こうや。こう。で、ビッグライドででっかくしよう。
ビッグライト、あ、でかいなった、やばい、これ左ちょっと楽しみやな。左見よっか。見たよね、左。まず、行こう。来るぞ。今度かい。あれ見してもらえるのかと思った。てってってって見してもらえるのかと思ったけど、そういうわけでもなかったわ。じゃあ、リンゴでっかくしようか。リンゴでっかくしたらどうなんの？リンゴはいい感じやな。ちょ、見てみよう、これ。パカ。はい。出てくる？あ、入る。いける。リンゴはいけんねや。てってってってやってほしかったけどね。どっちかっていうと。オッケー。なんとかクリア。さあ、15面かな、次。15面さ、来ましたよ。おっと、これまた楽しみな感じやの。おお、右には財布？あ、財布といえばこのゲームなんで、まず財布行こう。財布ゲットして、やっぱ来たわ。速攻逮捕やわ。もうちょっと猶予的なの欲しいよね。わかった。じゃあ、まず、斧ゲットして、斧投げよっか。斧投げよう。イケポチャ刺してからの、怒ってるやん。ただ単に怒ってるおっさん出てきてもうたわ。いや、女神とか出てくると思うやん。怒ってるだけのおっさん出てきた。じゃあ、これ切ろう。お、竹ゲット。竹ゲットして、あーでこうや。水遁の術。ブク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 。そんな才能あんねん。しかも深いな、この池。ナイス、ナイス。さあ、16面。いいわ、これ。結構でも来てるね。確か20ぐらいしかなかったんですけど、トランポリン。あ、じゃあトランポリン、とりあえず行こう。これ。行くよ。立ってるだけ？あ、真ん中で。お、いけんいけんいけん。はいはい。はい。なこれ。あ、わかったわかった。タイミングや。なんかタイミングゲー流行ってんな、これ。だからタイミングよくしたら。突き抜けんちゃう？これ多分。突き抜けろ！俺の思いよ！突き抜けろ！行ったか？行ったわ。宇宙行ってもうた、ごめん。宇宙ロケット成功してもうた、民間人が。初めてですわ、これ。さあ、17名行きましょうか。いや、いいよ、いいよ。おっと、七輪。そして、釣り？釣り竿？海？どこやねん、もうここ。わけわからへんぞ。マッチ？釣り竿？マッチ、とりあえず七輪つけよう。おかた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 。じゃあ、こうや、こうや、こうや。どこやねん、ここ。水平線まで見えとるかな。ダメ。ダメでしたみたいな顔せんといて、こっち向いて。え、こっち向いて、ダメでしたみたいな顔せんといて。じゃあ、餌いるんじゃない？なんか餌。あ、これもしかして待つんや。で、あの、V、ね、だっけ？ぽいじゃないわ。これが下がった時にタップするんじゃない？あ、来た来た、これや。長靴やったわ。ごめん、みたいな顔せんといてくれる。あ、これで OK らしいわ。あ、釣りぞ。入ってったわ。入水長靴ゲットして、いや、長靴じゃダメやんね。長靴を焼く？あ、いけたいけた。どうなる？いや、臭いよ、これ。あちい。乾燥ね、乾燥。じゃあ、まあ、もっかい釣るっていう選択肢が正しいんじゃないか？いけるかな？もう一回、オッケー、来た、もう一回来た。オッケー。なんか美味しそうな魚取って、で、焼く。何してんの、俺。焼く。煙たい。煙がもくもく出て、隠れ身の、んなことあるかいな。へへ、うまいこといく？すごいな、お前、忍者やな、やっぱり。さあ、18面。結構後半来てモテるよ。おっと、これよく見た感じ。あーと、DS ドロー。やってる場合ちゃうでー。夢中なる気持ちわかるかも。そのお母さんに怒られる。勉強しよう。え、でもこれどうする？お母さんに会いに、お母さん相談。ママおったらビビるけどな、そこに。ん？やることがない？あ、ちょっと待って待って、わかったわかった。右上見て。なんか出てきたよね。これ前までなかったんじゃない？これ。ほう。ほう。おー、まさかの？まさかのゲームの仕様を利用して隠れたみたいな、そんなやつやな。ちょっとみんな説明するわ、もう一回。右上のボタンを押すと、これ出てくるから、これを持って隠したみたいな、そんなノリでございました。さ、ルーム19まで来てもうてんで。おっと、なんもない。なんだこの部屋は。もうこのタップレ、ないない、ないない、何した今。なにそれ。少年？相当不安定やん、今日もやばいな、これ。やばいやばい。少年？不安定。これどっかに成果あるってパターンかな。はい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 。どうしたえ？ようわからへんけど、いけてもうてんけど、謎謎、相当謎教えて、これみんなわかった人。じゃあ20で最後じゃん、今回。さあ、ラストステージのような気がしますんだが、移動。移動か。行くぞみんな。移動だ！入れ！ポーン！からの？
え、一発？一発？いけたん？お姉ちゃん、まだ諦めない。お姉ちゃん諦めないよ。お姉ちゃん？お姉ちゃん探してる。どうなる？うん。タップしよう。おお、姉ちゃんが移動？おお、ないのよ。おお。井戸に入って、ろうそくあるぞ。ろうそく、ランプ？違うな。でも、上？おう、上見て、どうなる？ドゥドゥドゥ、なになに、曲曲曲。ドゥ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 、なになに、ファミコン的な音してるやんけ、お前どうした？斧ゲットしたぞ。これもしかして助けるってこと？ファミコン的な音してんな、これ。とりあえず斧投げよ。斧投げれへん。どんどん戻ってって、おお、マッチゲットして、燃やす燃やす燃やせ。燃やすわけにもいかん。はい、帰る。おじいちゃん？おじいちゃん起きて起きて。おじいちゃん、あんたの孫がちょっと大変なことになってんねん。パーティー増えた、パーティー増えた。ない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 。あ、ここに辺になんか、タラちゃんみたいなおらん？タラちゃんちゃうわ。なんか、猫おらん？猫パーティー？猫パーティーや。猫パ来たわ。どうするどうする。連れてって。曲曲曲。お母さんお母さん。あんたの子供がそれ大変なことになってんねんって。こう。パーティーパーティーパーティー。ねえ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 。はい、カーテン開けて、光を浴びてからの、てっ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 て、あ、帰れってことこれ。走り方やばいっす、これ。さあ、着いたぞ。帰ってきて、で、これ向いてんか？するってと？曲、曲、曲。てててて、あ、マッチあげんねや。マッチあげるんじゃない？それでいこう、それでいこう。要するに、こうや。おらおら、マッチも。雑やなぁ、お前。で、斧もポン。斧危ない危ない。刃物投げたら、もう、かわいそうやないか。で、多分、右つけんねや。これゲットするやろ？ゲットして、で、こう、つける。あー、なんかあるぞ。あ、これ、破壊や、破壊。ザク。ロープ来た。ロープ来たぞ、みんな。ここに掴むや。3。これでついに、右に行けるわ。これ何これ。とりあえず上行ってんか。よし、来た。脱出成功やんけ。これぞまさに脱出ゲームの醍醐みたいなとこあるか？引っ張って、おー、全員で引っ張って。これなんかどっかで見たことあんな。大根か株抜くやつや。おー、また連打か？猫頑張れ。来た。謎の感動来たぞ、これ。いつもの。すごいな。腕力とんでもないぞ、あんた。もうちょっとうまいこと捕まろう。登ってくる。お姉ちゃん。ごめんね。で、ピースしてる場合じゃ、やったね。やったねじゃない。プリンお前食われたからね、言っとくけど。謎の感動いただいてからのとりあえず終了ね。オッケー。で、ランダムステージがあるってわけ。いや、さすが。ハップさん、さすがでございました、皆さん。楽しんでいただけたらね、ぜひ、高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。それではね、またこんな感じのね、バカゲー見つけたらね、やっていこうと思いますので、よろしくお願いします。それではまた別のゲームでお会いしましょう。ココロリンクゲームズ、ピークでした。バイバーイ。